YouTube 下根塚さんのニュースの猫川にゃ今日まで東部がやめニュースを送りいたしますついにあれが来てしまうかもしれない来てマウスかもしれないえ何来て,ますってマウスってマウスははの中で話題にはは <laughs> <laughs> いや目バキバキマウスあ今日はですねなんとか何回かなんとかトラフなんとかが 来てしまうっていうとんでもない予言の真相。そして、二の腕太さん、ドインボー野郎 A チーム、確定でございます。あっでございます。やっていきたいと思います。つっ ねとといいううことでねやっていきましょう11月14日17時9分に三重県の南東沖でマグニチュード6.1の地震が起きまして皆さんさぞかしびっくりしたことだと思います。ま、この地震による津波の心配なかったんですけど、この地震がいわゆる異常震域と呼ばれる震源地から離れた場所で地震が起きるっていうものだったんですよ。で、これ震源地がこう三重県沖、これねすごいザワザワしたと思うんですよ。ななぜならあの 場所は南海トラフと呼ばれるるる断層ががああ地地地域であの地域ででの起きる地震がいずれ来る巨大地震を引き起こすとずっと前から言われていましたこれついに来てしまったのかと皆さん思ったかと思いますただ一般的に異常震域をもたらす地震はプレート同士の境界がずれ動くことによる地震とはメカニズムが異なり巨大地震を引き起こすと言われているのはこのプレートが引き起こす方であると だから今回の新発地震、異常震域は南海トラフとは関係ないということを今盛んに表メディアで言っていますが果たしてそうでしょうかっていう話でございます。今ネット界隈では11月16日に巨大な〇〇が来るかもしれないというまことしやかな憶測が飛び交っているとね。まあ私もその発信者の一人なんですけどもね。お前いい加減にしとくよ。これなんで11月16日に来るとみんな言っている それはそう。日本時間の11月16日は、アメリカ11月15日の11時、前大統領のニャントラさんが自身フロリダの別荘である重大発表をするというふうに言われております。これ一般的には大統領選挙出馬表明であると言われていますが、実は本人が非常に意味深なことを言っているのです。それは、あなたはアメリカの歴史史上一番重要なシーンを目撃することになるであろうと。ね。これ、 はもっとやばいことを言うんじゃないかって言われてるわけつい先日仲間ゆきえ選挙オペオペラーふざかったよあれはタカさなんだこれ仲間ゆきえ選挙で、ね、見事ですねモンストがなんかいい感じに巻き返してきてるとしかしこれ全部おとりで実は16日にすべてを暴露するためなんじゃないのかって言われてるわけなんでニャントラさんサイドが指を加えてこの巻き返されるのを見ていたのかそれはすべての情報を集めている 説があっった実は16日にここれら悪行寿寿司司社長、ね、寿司をやるんんじゃなないかってことなんですよでも、なーつって。でも、大統領出馬表明でも、なんか、歴史が変わるって言いそうだよね。ちょっとニャントラさんね。これ、自分が主人公って言いそうだよな。ちょっと待ってください。こいつも言ってるわ、自分が主人公って。こいつはしまく。なんですよ。で、このね、16日の重大な歴史転換点。これをぶっ潰すために、 実は16日来るんじゃないかって言われてるわけですよでも2日前に来ちゃったじゃんっていう話なんですけどいやそうじゃないんですよ実はこの日の地震が起きる数時間前に三重県沖で。 とんでもないものが目撃されています。これですって。うんーつって。掘削掘削ね、もうあれですから。掘削といえば闇ですからね。そうでしょうかね。わかりませんけどね。以前から日本の周辺には謎の掘削船がいっぱいうようよしてると。そして311や阪神大震災の前夜にも謎の船目撃されているわけです。これ何らかの関係性があるのかないのかわかりませんが。実は今 今回地震が起きた三重県沖数時間前にこの掘削船が掘削していたと。でもちょっと待ったやつってことは、掘削船がめっちゃ集まってる掘削ターミナルは震度2万が来るってことうるせえ。黙れよ。お待たせいた、黙れよしか言えなかった。これやばくないですかそして今回の地震って、いわゆる P 波、全身が非常に少ない奇妙な地震だって言われてます。ね。これは明らかに。 お手作りの練習だったんじゃないのか説。そして、地震が起きた時刻を見てください。17時9分。17番目は9。そして9。9じゃん。9だったわ。あれちょっと待って。闇だわ。ねということで、これなんか関係あんのかなと。そして今、表メディアは、いや、これ何回トラフトは関係ないっす。言ってるのも、これ全部前振りなんじゃないのかと。 ま、今回ね、震源位置が非常に広範囲にね、あったわけですよ。これね、何かを伝えようとしてるんじゃないのかと。そして、震度4が2つだけあったんですよ。これが福島とつくばなんですよね。皆さん、福島といえば、まあ、あの原発ですけど、じゃあつくばに何があるのか、それは気象センターなんですよ。 実はここが2つ震度4だったっていうのがなんかあるんじゃないのかって話なんですよ。思い出してください。明日16日、日本では何があるか知ってますかそれは全国一斉の J アラート。 テストでございますと。このテストが果たして本当にテストで終わるのかどうかは明日次第です。お前今日の明日ってまた時間がないのよいつもの通りまあ日本は確かに地震大国ですけど、過去数々のやばい日ありました。今回11月16日、今年2022年最大の大本命日と言われてます。それはニャントラさんのあれもあるし、J アラートもあるし、そして2日前にやばいこと起きてると。これ全部重なり ましたがお任せあれこここののの日本には地震止め親親子子ととトトララライイイーねヘザがいますからちょっと待ってください。手品やるで手品やるでついでに、自信も止めるでということでね、皆さん、もし明日何もなかったら、我々ヘライザー親子のね、今ヘラちゃんサブチャンネルで頑張ってますんで、サブチャンネルの登録、そして、このチャンネルの登録も、よろしくなんだよ。 はい、えー。ということでね、いろいろありましたが、ね、いろいろありましたが、今回の自信は、これ前振りであるということだけ先に言っておきたいと。皆さん、ね、近くやばいことが来そうですので、火の元にはお気をつけいただきたいと。ツイッターカッタマンでおなじみ二の腕が太い男、太とさんなんですけど、非常にね、変なこと言ってるんですよ。まあ、いつも言ってるんですけど、太とさんがね、キャンドルライトに照らされた G20 の未来のビジョンの中で、 エイリアンや地下トンネルを見ることになるであろうって言ってるんですけど。はぁ、あ、はぁ、あ、何言ってるかわからない。でもちょっと待って。地下トンネル、エイリアン。 ははこれです。これです。で、今日はこの母で終わっていきたいね。皆さん大好き。ね、あの大人気テーマパーク。母ニーランドまあ、この母はにーの地下にはね、やばいものがいっぱいある。以前からね、あの、儀式が行われてるんじゃないのか、行方不明になったヤングたちがそっちに連れてかれてるんじゃないのか説っていうのがありましてね。世界各地の母はにーでは、この地下施設の相当作戦というのが光と闇で行われてるっていうのが、我々ダークアイズのおたしなみで、 ごぜやすこの度ね、東京、母ハハニーランドで非常に不思議なことがあったんですよ。その日、11月13日は、花火中止という形で伝えられていたわけですよ。なのになぜかその日、謎の爆発が起きたっつって、これであるっ,って、あー 花火じゃねえこれってことなんですけど、まあ一応ね、ディズニーシーでね、ビリーブっていう大人気公演があるんですけど、その中の花火じゃねえって言ってる、うるせえって言って、これは相当作戦なんですよ。で、ふとしさんが、エイリアン、チカ、ふとしって言ってたのは、 多分これです。多分これですね。ということでね、実は東京ハハニーランドでも実は相当作戦が行われてる説ね。説ということで、上海にあるハハニーでは、ちょっと待って、ハハニーって普通に言うとやめてもらっていいですかちょっと、ちょっと変な雰囲気になるけど、上海のハハニーでは、このパンダちゃんの人民たちが閉じ込められてるんですよね。これなんでかっていうと、ハビコリちゃんが出たから、全員 OK ってなるまでは、外に出さないっつって、丸ごと閉鎖しちゃったんですよ。強いんですけどね。でもこれ実はハビコリちゃん ちゃんっていうのは表向きの理由で、実は中でヤングたちをあれしてるっていう闇心が炸裂してます。我々ダークアイズでございます。ということでね。これ太子さんね。なんか以前母にも買おうかなはあって言ってたんですよ。あもう太し太しだーってことでね。太しだってことで買えばいいじゃないね。東京二の腕太シーランドを作ればいいじゃないってことでね。あの今回、太子がついに地下のエイリアンについて言及してしまったと。これは闇の。 掃除ってことでいいですよねいいですよねっていうかはあビリーブだったんじゃちょっと待って寝ても覚めてもトランプこれは朝か三つ代だから兄ではないいや言うほど三つ代かこれ正解者に二重テポドンあげて,っってクイズテポでドンしてってバカでていけるいけるあたしゃべーっつってでも確かにちょっと三つ代感あるけどね <laughs> ついにヨジョンちゃん兄を兄ではないっていう新規軸、ね、新境地を開拓しつつあるってこと 大丈夫かなって。ちょっと、ちょっと大丈夫かなって最近思ってます。悩みあるならいつでも聞くよって思っ 今日も一日お疲れ様でした。いよいよお過ごしください。ツイッター年内2万人への道ということでね、皆さんツイッターのフォローありがとうございました。結局あれからですね、数百人増えまして、現在約1万8000人、減ったり増えたりしてるんですけど、に到達いたしまして、およそあと2000人、皆さんまだフォローしてない方、ぜひよろしくお願いいたします。これ2万人と赤月には、このツイッターの配信機能を使いまして、エンディングソングの3番、 をアカペラで歌いながら考えよう大会。やろうかなやらないとこかなということでね、これぜひ見たいあなた、ね、見たいっていう気持ちをあなたのフォローでぜひ表していただきたいと思います。年内2万人行かないとお味噌、超着されますんで、ぜひあなたの清き一票、お待ちしてます。フォローしてちょ あれを食べる私っていう話なんですけど、僕は基本的に果物あんま食べないんですよ。で、これなんでかっていうと、酒に合わないからですね。古田新さんが、ね、おら果物食わねえんだよつって、つまみになんねえんだろうっていうのをね、聞いた瞬間に、確かにと思ってそれ以来食ってないっていう話だったんですけど、ちょっとやっぱりお肌に良くないじゃないですか。こういう感じになっちゃうんで、ね、最近はちょっとなるべく食べるようにしてます。で、昨日みかん食べてたんですよ。で、思いのほか、あんま甘くないみかんだったんですよ。まあ、それはそれで美味しいんですけど、ちょっと食べた瞬間 すっぽ、ね、ってなったんですけどあこの時どんな顔してるのかなと思って洗面台に行って鏡飲めてみかん食ったんですよすっぽってなったんですよブッスーこの顔ブッスーと思ってあれなんかちょっと夢で見たのと違うぞっていうセルフイメージブッスーこれえ理想と現実の高低差で、ね、耳気になるわってことパクあすっぽあブッスーこれ リィープにつかやもアブガディルひとつまの手料理食べたいな」